どっちかな、どっちかな。小宮。はい。おお。ゆうちゃんお仕事遅いな。くそ、今日早く上がらせてください。え、ダメ？なんでサラリーマン？ゆうちゃん。こんなに資料？わかりました。はいはいはい。そうやって待ってる。もしもし。あ、もうゆうちゃん。ごめん、ちょっと仕事立て込んでんだ。もう少し待てるかな。でもクリスマス終わる前には帰ってきてね。そうだね、急いで帰るから待ってる、うん、でも気をつけて。分かった、ごめんね。うん、若さん、若さん、この資料を今日中にやらなきゃダメですかね。いやでも今日クリスマスだしさ、はい、彼女が待ってて。勘弁してよね。帰ってきてくれてありがとう。なんとか間に合ったか。そうだ、ん、はい、クリスマスプレゼント。なに、開けてごらん。え、なにこれ、すごい。なんだと思う？なすり合うなよ。サンタさんのコスチューム。そう、サンタさんのコスチューム。嬉しい。ちょっと来てごらん。わかった。サンタさんのコスチューム見ないでね、ちょっと隠れてて恥ずかしいから。チラチラこの子はエロを散る場面。えっ、サンタが？エロってことじゃないけどね。なんかついてる。終わった？いい？あ、で見ないで。あ、ごめん。あ、そうそう、見ないで。これです。いい？いいよ。じゃーん。わ、ゆうちゃんだけのサンタさんだよ。なんか贅沢だな。なに？ザ！クリスマスツリー。トナカイだと思ったけどクリスマスツリー真緑にしてたんだ。ね、この間髪の毛青にしてたのに今回緑なの？そうだよ。すごい。君の元にいつも立ってプレゼントとかを用意して君のこと見守ってるから。ありがとう。君だけのツリーでいます。なんか本当に嬉しい、好きな人とクリスマス過ごせて。よかった、俺も。なんかね、ゆうちゃんが帰ってくるまで寂しかったから、ゆうちゃんのお笑いのやつ見てたの。おー、すごい笑ったんだけど、やっぱり実物の方が一緒にいると楽しいね。おーリアルーシャオル。ちょっとじゃあ俺コンビニ行ってくるね。ちょっと待って。何？ゆうちゃんのそのやってほしいこといっぱいやるっていうのがコミのプレゼントだったんだけど、でもコミがしたいこともしていい？じゃあコミがしたいことするね。ねえ、目つぶって、恥ずかしいから。目つぶって。じゃあいくよ。いくよ。かわいい、かわいい。目つぶってね。めっちゃかわいい。はい、ありがとうございました。すごいな。なんで選ぶの？いやー、すごい。リアルだよね。さあ、それでは。僕も奥さんにそういう風に言われて、お付き合いしたんです。すごい。ただ、もう子供まで来てから言われなくなりました。悲しいな。やったー。悲しいな。だから、すごくリアルでした。イエイ。さよさー。奥さんの名前言わないでください。さよさー。さあ、それでは。反応が。一旦帰るけどまた出てきますね。幸せや。
ねえ、ゆう、え、まだいる？あ、いた、いた、いた。あのさ、なんかお母さんがなんかマフラー持ってけって言って、ごめんね、なんか寒いと思って。あ、いつもお母さんにお世話になって、ね、ありがとう。うん、なんかね、お母さんにね、久しぶりにゆうと会ったよって言ったらね、あんたら付き合ってんのって言われちゃった。ユウだったらなんて答える？いや、付き合ってませんよって言いたいところだけど、俺たち小は中高、幼稚園からずっと一緒だからな。そうだよね、うん、やっぱ周りからはでもカップルに見られるのかな。そうなのかな。この前同級生の我がにも言われた、お前ら付き合ってんじゃないかって。そうなんだ、やっぱそう見えるんだね。変な感じ。あいつ沖縄に転校しちゃうみたい。あ、我がさん。そうなんだ、寂しいね。でも俺たちはずっと一緒だからな。ね、うん、もう腐れ縁なのかな、何なんだろうね。何なんだろうな。お母さんによろしく伝えてて、うん、暖かかったですって。あ、じゃあ行くわ。そっか、うん。あ、ごめん、やっぱちょっと待って。何？もうクリスマスは終わっちゃったけど、一言だけ言わせてください。すごいな。あー、どうしよう。完璧に、完璧に、はい。あー、やばい。お前の水飲みのちょっと待ったは知らないですけど、はい。じゃあどちらからいきますか。じゃあどっちもいいか。もう川本さん、じゃあ、はい、行きますか。シール剥がしちゃえ、シール剥がしちゃえ。あ、そっか。えたたたたたたた、あああああああ、なんの、なんで俺に向けたの。はい。おい、久しぶり。あ、お待たせ。お、久しぶり。久しぶり。クリスマス何してたの？クリスマス、いろいろあって。ずっと家でポテトサラダ作ってたんだけど来なかったからさ。ごめんな、いつも待たせちゃって。せっかく一緒に食べようと思ってたんだけどな。そうだよね。君のポテトサラダ食べたかったし、結構体力的にやべ。何や、そんな体力使う仕事してたのかな。大変だった。そっか。きっと君だったらいい人いるし、ポテトサラダ褒めてくれる男性巡り合えると思うよ。そうかな、うん、いつでもそばに行ってくれたらポテトサラダ作るよ。おお、その言葉が早く聞けたかったな。じゃあ俺先に行くね。あ、もう帰っちゃうの？ああ、分かった。また。あ、ちょっと待って。何？今は友達でもいいけど、いつかは私がニンニンの一番になるからね。うわ、かわいいんだけど。ハートが破れちゃった。さあ、それではダメだって。時間もございません。せいちゃん、おい、この間楽しかったね、北海道。楽しかったね。うん、でもさ、あれからさ連絡くれなかったじゃん。どうしてたの？いや、本当クリスマスいろいろあって。うちうちですごい。ごめんね、一人にしちゃって。うん、寂しかった。うん、でもなんか君の笑顔を思い出したら元気出るし、うん、うん、あのすごく楽しい、好きだった。本当に？うん、本当に？本当、本当、本当。可愛い。多分16歳だったら完全に付き合ってますね。僕が、僕がね。
ちゃったかもしれないけど、うん、本当にごめんなさい。うん、いいクリスマスだった。いいクリスマスじゃなかったよ。そうか、だっていなかったんだもん。ねえ、うん、じゃあ俺、うん、ずっとやってたいけど、うん、そろそろ帰ろうね。ちょっと待って。何？あのね、クリスマスずっとお家でね、いてね、プレゼント渡すの忘れてたの。今度はスキーじゃなくてスノーボードをしに行きたいけど、やっぱりスポーツできないからちゃんと教えてね。かわいいですね。いや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 、よいしょよいしょ。かわいい告白が終わりました。あ、さあ、それでは行っちゃいますか。はい、もう時間もございませんので行っちゃいましょう。それでは行っちゃってないよ。あ、もう視聴者投票ここなしで。うそ、行っちゃいと思います。さあ、それでは一体ニコさんは誰を選ぶんでしょうか。一人に王冠をかぶせて優勝者を決定してください。それではお願いします。ちょっとこう、絶対無理じゃない。あなたじゃない。あなたじゃない。頑張った俺優勝じゃない。かぶせてください。さあ、それでは、改めて優勝者を決定してください。みんな優勝ってことでいいですかね。分かってんだよ、それは絶対分かってるよ。絶対分かってる、絶対分かってる。さあ、それでは優勝者を決定いきます。はい、それ、はい、はい、もうごめんなさい、すいません。はい、優勝者そうだね、ソンスター選ばれましたよね。そうだ。いや、だって、アンダレでも選ばれたことなくて、嘘、初めて選んでもらって、めっちゃびっくりしてる。バカさんが勝つときは僕だ。バカさん。ああ、そうか。なんかね、なんだ、ショートショート読んでるみたいなさ。短いのにギュッと詰まってる感じがすごい良かったな。よかった。嬉しい。いや、コミヤもすげえよかったんだけど、やっぱり久しぶりのコミヤを私一人堪能させていただきました。すごい当たってあります。こんな時でも目がキラキラしてる。以上、エケビゲームのジリアルマネー総選挙でした。Go!